タコフェスチャンネル。タコフェスチャンネルをご覧の皆さん、はじめまして、タコフェスサポーターの島本と申します。私がサポーターに応募したきっかけは、前回のタコフェスにボランティアとして参加させていただいたんですけれども、とても楽しかったので、ぜひ来年のタコフェスも何かしらお手伝いができればと思い参加させていただきました。ぜひ来年の3月26日来ていただけると嬉しいです。頑張りますのでよろしくお願いいたします。ありがとうございました。こんにちは、姫路の北村です。タコフェスは音楽のイベントにすごく興味があって、で、同じの姫路でもものすごく有名な去年のイベントが良かったっていうのが、そこに関わってみれるようなそんな機会があればいいなと思ってたところで募集しました。今年も頑張ります。よろしくお願いします。こんにちは、サポーターの流星です。このタコフェスに応募した理由は、今年のタコフェスに行ってバンバンラジオ経由で知って、来年やるっていう話を聞いたので、思い切って応募して、ダメ元で応募して、その応募したら連絡入れてもらって今に至ります。タコフェスを全力でお手伝いしようと思います。皆さんこんにちは、タコフェスサポーターの畑栄作こと A ちゃんです。サポーターのきっかけは音楽だけではなく、ダンスの魔法の力をもっと盛り上げたいと思い参加しました。当日は駐車場のサポートリーダーとして皆さんをお迎えしたいと思います。もしミッキーのグローブを見かけた方は気軽に声をかけてください。皆さんをタコフェスワールドへ導きたいと思います。オライオライオライ、はい、オッケーです。よろしくお願いします。タコガミュージックフェスサポーターの田中翔太です。タコフェスは今年の、3月の分に、観客として行って、でそこで、こういうことに携わりたいなって思うのと、自分の進路が、音響の専門学校なこともあって、タコフェスのサポーターに、応募して今に至ります。これからも、本当に微力ながら頑張ります。よろしくお願いします。はい、おはようございます。ハイザウェイの中田と申します。タコフェスの方では出店を中心にですね、いろいろサポートしていきたいなと思っています。携わったきっかけというのははっきりで覚えてませんけども、面白い大きなイベントで楽しみにしています。よろしくお願いします。皆さんはじめまして、こんばんは。タコフェスサポーターの、軍曹と言います。主にカメラの方やっています。当日皆さんの素敵な笑顔、そして、これから、毎年恒例になるように、引きつけるような写真、頑張って撮っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。こんにちは、タコフェスサポーターのエコです。タコ側のイベントがもっと盛り上がったらいいなと思ってタコフェスのサポーターになりました。出演者の方や見に来られている方のお役に少しでも立てるように頑張りたいと思います。ぜひ見に来てください。皆さんこんにちは、タコフェスサポーターの佐野です。私がサポーターに参加したきっかけは、第1回開催後のタコフェスミーティングに参加させてもらった時に、運営に携わってる皆さんがすごくキラキラしてて、私も一緒に活動したいなと思って参加しました。で、参加してからもいろんな仲間に出会って、たくさんのこと経験させてもらって、すごく楽しく活動させてもらってます。当日たくさんの方に楽しいを届けるために頑張ってタコフェス盛り上げていきます。
よろしくお願いします。私がカコフェスのサポーターに応募したきっかけは、第1回目のカコフェスに孫と一緒に参加したことです。その頃はまだ世の中少し自粛ムードで、遠くに遊びに行くこともできず過ごしていた頃でした。たまたま知った情報で見に行ったんですが、本当にこんな近場で本格的なフェスを孫に見せてあげることができてとても良かったのと、その時にボランティアで参加されていた方が自分の役割も果たしながらと会場をすごく盛り上げているのを見て、あ、私もこんなお手伝いできたらなってなんとなく思っていたら、なんか応募の募集が出たので、もうすぐに応募させていただきました。おばちゃんパワーで頑張るぞ。カコフェスサポーターの国光です。普段はですね、兵庫県姫路市でコワーキングスペースシェアーズを運営しております。カコフェスはですね、クラウドファンディングを通じて知り合ってですね、そこからサポーターとして携わっております。3月26日、加古川河川敷で第2回加古フェス行われますので、ぜひ皆さん、お越しください。お待ちしております。